の皆さん、こんばんは。なのだ。昨日もとといも、とても子供たちの成長を見ることができたのである。誰にでも調子の良い時、悪い時がありますが、励まして完璧を求めずに、あ、楽しいな、たら楽しいな、ピンピン、トントン、ピンポン、トン、リズムもダンゴ、ゴリラ、ラクダ、ダルマ、マツピなど、楽しく愛の手を入れてみたり、カスタネットやお鈴などでリズムアンサンブルするととっても楽しくなります。ショパンの遺作。自分に自信を持ちましょうね。自信を持つ。自分を褒めてあげる。相手を褒めることもとっても大切だなと最近思います。誰にでも調子の良い時期、悪い時期というのがありますが、それを乗り越えられるのは先生が、だるまさんが、コーラン、タッカックレンポシンポション、アップップ、笑うと負けよ、アップップー、なっと子供たちと遊びながら絵やイラストを一緒に描いてみたり、これは何をしている曲かな、お話をつけてみようかな、一緒に遊びながら学ぶことも大切になってきます。
ご当地クイズならお任せくださいな。瞬時にパッと出てきます。オランダの首都はアムステルダム。モロッコの首都はカサブランカ。ギリシャの首都はアテネ。ブラジルの首都はなんとブラジリアでした。ブッブー。子供たちも難読漢字、実はお勉強もコツコツとやっているそうです。これはとっても素晴らしいことだと感心しております。漢字も何でも同じです。ゆっくり読めば読譜も身につく。少しだけ練習すれば必ず読譜に書見力も身につきます。子どもたちの能力を信じてあげましょう。きちんと先生に今度はこの曲を弾いてみたい。なんと興味や好奇心を持つ子はもっともっと伸びます。それではイタリアの首都はもちろんローマ。モーツァルトの生まれ故郷はザルツブルク。バッハの生まれたところはドイツのボンでした。なと110はなーに、好きな100に、100たす10はなーに、好きな110。なと足し算割り算、英語のお勉強まで、トーピアの教室では楽しく学べます。お人形のことはドールと言います。ワニはクロコダイル。ネズミはミッキー。マウス。犬はドッグ。ドラえもんの妹はドラミちゃん。ジャイアンの妹はジャイコです。クレヨンしんちゃんのお父さんは野原ひろし。プップ。お母さんは野原みさえ。すみっこ暮らしにも猫にタピオカ、エビフライ、とんかつ、いろんな種類がありますが、一つ一ついろんなキャラクターのサザエさんの兄弟はタラ、イクラ、ワカメ、カツオ、マスオさん、おばあちゃんは船です。サザエさんもいろんな家族がおります。それではまた、ご期待ください。